ちゃん、よかったね。出たね。うんち出たね。はい、結構。うわ、冷たかった。はい、外だからしょうがないね。外でトイレしたいから。あ、よかった、よかった。今、真夜中の4時です。真夜中じゃなくて朝です。やっと寝れると思ったらソランが騒ぎ出しました。ソランの高音は素晴らしいボーカルです。眠れない。今ビデオと回すとビットとのビデオ回すと止まるんだよな。それでは、ロルちゃん、どっちだ？頭。こっちは、あ、こっちはお尻だった。ロルちゃん、ロルちゃん、行きますよ、病院に。またね、同じことの繰り返しですけど、行きましょう。夕べも遅かったな。4時過ぎになっちゃったね、夕べというか朝方で。までね、寝ようとするとこうやってふんとふんふん言ってなんか訴えて、そのうち、あ、静かになったなってうとうとしたら、この子が甲高い高音で、もうほんとボーカルならすごい最高のいいボーカルですけど、眠れなかったから、もう本当に私いつまで持つんだろう。頑張りますけどね。ロルちゃん治ってくれたら一番最高。行ってきます。ロルちゃん着きましたよ。どうしたの？ふんふん言って。大丈夫だよ。今日で7日目ですかね。はい、7日目です、はい、で、やっぱり同じような、やっぱりそこがこういう風になって、はい、右がね、ちょっとクッて入っていく形が、はいはい、同じなんですね。力が入らないってことですかね。そうですね、そうですね、やっぱり神経の伝達がうまくいってなくて、うん、で、まあ、右半身がね、うん、ちょっと支えられないっていう形になっていると思います、はい、じゃあ7回目今日ね打たせていただきます、はい、脳梗塞とかあるじゃないですか、人間に、はい、そういうのではない。一応ね、ダックスさんで多いのが脊椎の問題が多いので、そちらの方かなということでね、はい、やらせてもらってます、はい、実際はやっぱり CT、MRI 取らないと一箇所じゃないかもしれない、ね、何箇所もというふうに、ね、なっている場合もあるので、どれがどうとはね、まあ、はっきりは言えない。あとは、まあ、
前もねお話ししたように椎間板ヘルニアに見えて実は脊髄梗塞とか、うん、あの他の病気の、うん、問題もある、はい、あと腫瘍ができてたりとか、うん、そういうこともあるので、はい、あの我々、まあ、症状からちょっとね、うんうん、このまあ、あのやらせてもらってるような、ね、形で、まあ、反応を見てるっていう形には、ね、なります。まあ、オペ適用ぐらいの答えでしたのでね、はい、まあ、この注射で反応があればなっていうことでね、はい、可能性にかけるような治療にはなりますけれどもってことでね、まあ、そういう CT とか MRI も遠くまで行かないとありますもんね。あ、ね、まあ松本音にもありますけれども、うん、ちょっと離れてますもんね。まあそのあたりね、まあ、検査してどうっていうのもね確かにね、まあ、いろんな方がいらっしゃるので検査して、やっぱり原因を知りたいっていう方もいらっしゃれば、検査しても、まあ、オペはね無理であれば一応、まあ、そこまではやらないとかそういう方もいらっしゃったりとか、まあ、いろんな方がいらっしゃるので、まあ、途中で何かあれば声かけていただければ石川先生、松本の石川先生は、まあ、つながっているのでご紹介申し上げて CT、MRI を取ることができると思います。はい、まあ、その前ちょっと佐渡に行かないとっていうのがどうしてもあったんで、そうですよね、うん、そういうふうにね、もう先生たちの経験で見て、ね、やらせてもらっているような形なんですよね。はい、助かります。もうちょっとね反応があればいいなと思うので、ね、半分来たので ね、 そ う、 ですね、そうは思ってますけれどもね。はい、はい、じゃあね、一応また、いらしていただいて、はい、ということでよろしいですかね。はい、ありがとうございました。じゃあ終わりましたのでね、車戻りましょう。雪もねまだこんなに雪降ってから結構経ってるけど、やっぱりここの地域はねそんなに簡単に雪が溶けないです。凍っちゃうから。じゃあ帰りますよ。よいしょ。ただいま。ちょっとここのね、お、今日は誰もいないか。いるよね、みんな心配。閉めない方がいいのか。はい、着いたよ、ラルちゃん。お疲れ。はい、